パスグッドベストとヘルメットパスグッドはアメリカ軍で採用されていたボディアーマーと戦闘用ヘルメットの名称であるパスグッドヘルメットとパスグッドベストから構成されているパスグッドヘルメットを着用した兵士全部にナイトビジョン用のアタッチメントが装着されているパスグッドヘルメットは M1 ヘルメットの後継として採用された戦闘用ヘルメット K-BOD やフリッツという属称が存在する。M1 ヘルメットは金属製だったが、パスグッドはケブラー製になっており、重量はエキストラスモールで3.1ポンド、エキストララージで4.2ポンド。ナイキ規格レベル2の防護性能を有しており、9X19mm パラベラム弾や、357マグナム弾などの拳銃弾や、砲弾の破片などを阻止することができるが、 小銃弾を防ぐことはできない。ヘルメット全部には、アン PVS-7 やアン PVS-14 などのナイトビジョンを装着することが可能となっている。使い勝手に優れたそのデザインは、NATO 加盟国や日本など、西側諸国の軍隊や警察特殊部隊で広く採用され、冷戦終結後は、ロシアや中国などでもデザインが採用されている。北朝鮮では、 当初、特殊部隊をはじめとする一部の精鋭部隊にのみ配備されていたが、2013年7月27日の朝鮮戦争9戦60周年記念の軍事パレードで更新する一般副評部隊や軍用車両に登場している兵士のヘルメットが今までの旧ソ連風の鉄製ヘルメットと異なり、中国人民解放軍と同タイプのパスグッドヘルメットや、 QG ス -0 にヘルメットに置き換わっていることが映像で確認できる。そのため徐々に普及しているものと思われる。なお戦闘用ではないが、東京消防庁でも材質のみ強化プラスチックとしたほぼ同型の救急ヘルメットが用いられている。パスグッドヘルメットは旧式化が進んだため、アメリカ陸軍とアメリカ空軍では兄、アメリカ海兵隊とアメリカ海軍では LWH にそれぞれ更新されたパスグッドベストを着用した航空自衛隊の隊員。空自では戦闘防弾直機とパスグッドベストが併用されている。パスグッドベストはアメリカ軍で M-1969 の後継として採用されたボディアーマー。M-1969 で使用されていたナイロンではなくケブラーを採用している。 重量は約9ポンド。内規格レベル E やの防護性能を有しており、44マグナム弾や砲弾の破片などを阻止することができるが、小銃弾を阻止することはできない。旧式化が進んだため2000年代前半にインターセプターボディアーマーに更新された。北朝鮮では中国人民解放軍と同タイプのパスグッドベストが特殊部隊をはじめとする一部の 精鋭部隊にのみ配備されている。ありがとうございます。